絶え間なく注ぐマシにカウ絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった優しさの意味を知りいつかのメロディーいつものメロディー恋した日の胸騒ぎグレイ25周年ベストアルバムレビューブーはいということでチャイちゃんがカバーしてくれましたけれどもどのくらい本物に忠実かっていうところを本物と並べて比較してみたいと思うよそれではどうぞどうぞ絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった優しさの意味を知りいつかのメロディーいつものメロディー恋した日の胸騒ぎグレイ25周年ベストアルバムレビューブーもしかしたらわからない人もいるかもしれないから一応言っておくけど左がチャイちゃんだよんでちょっと動画スピード感あるから一つずつ詳しく説明していくよどうぞまずはボンネット側から見た映像左の北川景子さんも右の北川景子さんも歌っておりますポイントはこの顔と目の方向ね黄昏れてるよねそして次のカットよく見ててはいこの上を向くタイミングこの角度の感じね再現されてるよねそしてここでテロップが入ってきますフォントサイズやスタイルはほぼ一緒だよねはい次のシーンサイドミラーに映る北川景子さんチャイちゃんは100円ショップの鏡をサイドミラー代わりにしてるよそれをスタッフさんが持ってるんだよはい、それでは次のカット。はい、これは上を向いて黄昏れるシーンだよ。両方の北川景子さん、少し上を向いております。よく再現されております。それでは次のシーン。お車から降りるシーンだよ。チャイちゃんが言ってたのは、足の美しさもほぼ一緒って言ってたよ。それでは次のシーン。わかった今。もう一回、シーンが切り替わる時のこの白い状態。ここも完全に再現しております白くするフレーム数も全く一緒はい次行きましょうここも完璧だねもう一度リプレイそれでは最後はこちら車から降りてゆっくり歩くシーンこのグレイって書いてある文字もまあ大体似てるやつをチョイスしたらしいよ CD のところをもっと詳しく見てみようこんな感じになっておりますあとはここ PSB になっておりますはいということで一個一個細かく見ていったよこうやって比較してみるとさこだわりわかるだろうそれでは最後に比較した動画を見てお別れしましょう絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった優しさの意味を知りいつかのメロディーいつものメロディー恋した日の胸騒ぎグレイ25周年ベストアルバムレビューブーよいしょチャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよそしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよクリック here for recommended videos クリック here for new videos 今日はさ比較動画を見ることによってこだわりが伝わったら嬉しいね、うん、でもチャイはね、うん、撮影の時も自然体にいただけなのえそうだったっけだってね自然体が北川景子だからはいはい